ミヌシンスクポンチのアバカンスクオストログの模型17世紀のオストログの要塞島イルクーツク州イリムスクのオストログ。オストログとは中世ルージ、近世ロシアにおいて一時的または高級的な植民拠点に築かれた要塞建築を指す言葉である。二単語以上の用語の訳語のうちのついたものはロシア語の直訳であることに留意されたし、オストログはマルタを用いた 建築物であり、先を尖らせた木を並べた鳥で柵と塔を備えた門によって構成された。平地や小規模な土塁の上に建造され、周囲には堀を備えた。また多くの場合、オストログによる囲いは紙面を形成し、四方の角には情報を伝達するための塔や、クレポストナやワシュニアが配備された。塔は4から6メートルの高さに及んだ。元来は、 都市包囲戦の際に杭などで構築した防御用の囲い、柵、壁等を指す言葉であった。また、集落を指す場合は、都市や小都市とは区別される、簡素な要塞を有する、複次的な価値の拠点を指していた。オストログはいくつかの観点から見た分類がなされている。建築様式の面では、都院を直立させて地面に埋め込んだストヤチオストログと、都院を内側に傾けた。 細いオストログに分類される。また、使用期間の面からは、高級的に居住することを目的とした、ジーロイオストログと、軍病を配置するために一時的に築かれた、ストヤルイオストログに分類される。11世紀から12世紀頃のルーシでは、オストログは遊牧民の襲撃に対する防衛施設として建設されていた。また、それ以降から十七世紀にかけて、モンゴルタタール人や、 クリミアタタール人の襲撃に対抗するためのロシア南部の国境線に築かれた要塞線上にオストログが建設された。シベリアへの入植が始まるとロシア人入植者を保護し野作を徴収する拠点としてオストログが用いられた。ノボシビルスク州モシコボチ区のウムレバオストログは南シベリアやアルタイ地方への植民の道を切り開いた初期のオストログの一つである。 オストログから発展した都市には、クラスのヤルスクオストログによるクラスのヤルスク、ウディンスクオストログによるウランウデなどがある。なお、18世紀から19世紀にかけては、カトルガの受刑者を収容する壁に囲まれた監獄に対しても、オストログという名称が用いられた。イゲタ・サダヨシ、コンサイスロアテン P1147、イゲタ・サダヨシ、コンサイスロアテン P1313、 井桁貞義、コンサイスロアジテン P344。ありがとうございます。